彦根城は、滋賀県彦根市にある城である。江戸時代には、彦根藩の成長が置かれた。天守、やぐら及び多門やぐらは、国宝、城跡は、特別史跡かつ、琵琶湖国定公園第一市特別地域である。天守が、国宝指定された五条のうちの一つである。江戸時代初期、現在の滋賀県彦根市近畿町にある。 彦根山に鎮税を担う医師の拠点として築かれた平山城である。山は近畿山の異名を持つため近畿城とも呼ばれた。多くの大老を排出した不代大,大名である医師十四代の居城であった。明治時代初期の廃城令に伴う破却を免れ、天守が現存する。天守と月櫓及び多門櫓の二棟が国宝に指定されるほか、 安土桃山時代から、江戸時代の矢倉、門など五棟が現存し、国の重要文化財に指定されている。中でも馬屋は重要文化財指定物件として、全国的に希少である。一説では、大隈重信の上層により1878年に建物が保存されることとなったのだという。天守が国宝指定された五条の一つに数えられる。 姫路城と共に遺構をよく残している城郭で、1992年に日本の世界遺産暫定リストに掲載されたものの、近年の世界遺産登録の厳格化の下、20年以上、推薦は見送られている。滋賀県は明治の廃城令で解体された城が多く、彦根城は唯一の保存令である。元旧縁から天守を望む徳川四天皇の一人、井伊直政は、 1600年関ヶ原の戦いの後、その軍港により18万国にて、大見国北東部に封ぜられ、西軍指揮官、石田三成の居城であった、沢山城に入城した。沢山城は、三成に過ぎたるものが2つあり、島の左近に、沢山の城と言われるほどの名城であったが、直政は、中世的な古い縄張りや三成の居城であったことを嫌ったという。 このため、琵琶湖岸に近い磯山に居城を移すことを計画していたが、関ヶ原の戦勝が言えず、1602年に死去した。家徳を継いだ、井い名を継が幼少であったため、直政の維新である家老の木又守勝が、徳川家康と相談して、直政の意志を継ぎ、1603年琵琶湖に面した彦根山に、彦根城の築城を開始した。築城には、 抗議五奉行三名が付けられ、終わり藩や越前藩など七カ国十二大名が手伝いを命じられる天下武神であった。1606年2期までの工事が完了し、同年の天守完成と同じ頃に自家継ぎが入場した。大阪夏の陣で豊臣市滅亡後、1616 16年彦根藩のみの手により第三期工事が開始された。この時に御殿が建造され、 1622年、すべての工事が完了し、彦根城が完成した。その後、イーシは、加造を重ね、1633年には徳川、幕府家の不代大,大名の中では最高となる35万国を、L に至った。なお、筆頭家老、木又家は1万国を領していたが、陣屋を持たなかったため、月間二十日は、西の丸見えやぐらで執務を行っていたという。 徳川統治下の太平の世においては、城郭という軍事施設の存在理由がなくなり、本来の目的とは違った使われ方をしていた。西国大名のおさえとして徳川幕府の重要な軍事拠点だった彦根城だが、主な機能は政治の舞台や年具前の保管となり、天守や矢倉は倉庫等として使う以外には使い道はなかった。1854年に、 天秤櫓の大修理が行われ、その際、石垣の半分が積み直された。向かって、右手が築城当初からのごぼう積み、左手が新たに積み直された落とし積みの石垣である。幕末に幕府大老を務めた井伊直介は、35歳で藩主となるまで、この城下町で過ごしている。その時に住んだ屋敷は、梅記者として現存している。 明治初期の大手門付近明治に入り、各地の城は廃城令で破壊、売却されていった。彦根城の天守閣は明治元年に700円で落札され解体される寸前で、明治11年10月に明治天皇が巡行で彦根を通過した折、城の保存を命じたため破却を逃れたという。その際、天皇に保存を創上したのは、巡行に随行していた。 大熊重信という説と、天皇の獣枚にあたる金子という説とがある。1985年の彦根城石周辺の航空写真彦根城国宝、指定書世界遺産登録へ向けて、編集登録への課題になどが挙げられている。五条内五江図上閣復元模型城の形式は、連閣式平山城。本丸、二の丸、三の丸と北側に山崎車が配置された。 五殿は二の丸に置かれた。本丸に天守、西の丸と山崎車羽に三重櫓が建てられた。山崎車羽三重櫓は明治初期に破却された。なお、城の北側には、元球園と楽楽園という大名庭園が廃されており、これらは元球楽楽園として国の名称に指定されている。元球園、楽楽園はかつて松原内湖に面しており、 入江内子も望める絶景であった。また、現存例の少ない築城の技法である、上り石垣が良好な形で保存されている。この石垣は、天秤倉の向かって、右が五房積み、向かって、左が落とし積みとなっている。琵琶湖と山の間、5キロメートルほどの狭い平地に立地する彦根は、中仙道と北陸道が合流し、水陸から京に至る東国と西国の、 結節点であった。このため、戦略拠点として、古くから注目され、人心の乱姉川の戦い、静ヶ岳の戦い、関ヶ原の戦いなど、古来多くの合戦がこの周辺で行われた。織田信長は、沢山城に、庭長秀を入れ、ほど近い長浜城を、橋場秀吉に与えている。また、豊臣秀吉と、 徳川家康はそれぞれ重心の石田三成と井伊直政をこの地に配置している。彦根城の建築物には、大海の名族京国工事が城主を務めた大津城からの天守をはじめ、沢山城から沢口田門矢倉と太鼓ラ倉門、小谷城から西の丸見屋屋倉、観音寺城からや、どこのものかは不明とされているが太鼓門、などの移築伝承が多くある。 建物や石材の移築転用は縁起担ぎのほか、コスト削減と高期短縮のために行われたもので、名古屋城や岡山城や姫路城、福岡城など多くの城に同様の伝承が伝わっている。時代劇の撮影などでも使われる天秤櫓は長浜城から移築したと言われている。この天秤櫓は堀切りの上の架け橋を渡った突き当たりに当たる。 長い多門の左右の端に二十二階の一帯の墨炭櫓を構え、あたかも天秤ばかりのような独特な形をしている。通し柱を用いず、各階ごとに積み上げられた天守は、三層三階地下1階の複合式防漏型で、五ぼう積みと言われる石垣で支えられ、一重目の窓は、突張窓、二重目以上の窓はすべて加藤窓を廃止、最上階には実用でない外回り口と降覧を、 つけている。角中に、千鳥破フ、霧妻ハフ、東ハ破フ、入萌屋ハフを詰め込んだように配置しており、変化に富む表情を見せる。大津城天守を三重に縮小して移築したと言われ、昭和の天守解体修理から1960年の時に、天守の溶剤から転用されたものと見られる部材が確認されている。天守三階には破風の間という小部屋がある。 彦根城は戦のための城で壁の鉄砲穴も外からは見えないように作られていた。敵が中に攻め入っても階段を上がって敵を上から突き落とせるように急な角度になっている。はしごのような階段はただ上の小さな係がかかっているだけで敵が登らんとすれば蹴って階段を落とせる構造となっていた。国宝重要文化財上域には彦根城博物館や 開国記念館がある。庭園の減給園を含めた内堀より中川への入域は有料である。また、観光客誘致のため、彦根市のキャラクター、彦ニャンを毎日登場させている。所在地滋賀県彦根市近畿町1-1、利用情報日本100名城、スタンプラリーのスタンプは、彦根城、表門券売所に設置されている。屋形船、山崎五門前。 現旧園前船着き場鉄道自動車道以下の作品以外にも映画やテレビドラマの撮影地として頻繁に使われている。東映京都撮影所や京都映画撮影所から場所が近いことから姫路城と共に時代劇のロケが頻繁に行われている。江戸城の代わりとして用いられることが多い姫路城に対してそれより小規模な本城は 無名の鬼という設定での撮影が多い。いい直介が、藩主の座に着くまでに、先の藩主やその候補者の多くが溶接していることから、神秘的な物語の舞台に取り上げられることが多い。なお、国宝、彦根城、築城400年の開催を機に、小説を対象に2007年、船橋聖一文学賞が創設された。ありがとうございます。